懇談会は広島市の松井市長を座長に被爆者や学識経験者などが出席しました。この中で松井市長は平和文化を根付かせることで核兵器のない世界を目指す市民社会を形成し、為政者に核抑止論からの政策転換を促す内容にしたいとしました。また核兵器をめぐる世界情勢や来週開かれる G7 広島サミットでの成果を踏まえ、平和への思いが国の内外に届く平和宣言とすることで一致しました。核のない世界をと言っているそういう理想を追求するような、ね、流れに持っていくということこそ重要と。松井市長は来月の会合で平和宣言の骨子を示し、7月には文案を提示するとしています。